聞いたよ。あいつが死んだってことを、あまりに突然のことだったから、かなり動揺もしたよ。もう何年も会っていなかったよな。でもいつかきっとお前とはもう一度どこかで会えるものと俺は信じていた。幸せにすることだけが俺の